はい、こんにちは、ゼロです。今日はですね、ちょっとした言葉についての説明をしたいなと、思います。でそれが何かというとですね、カメラの設定でですね、よく出てくる言葉としてシャッタースピードで絞りで、もう一つね、感度っていうのがありますよね。感度、この感度のところ、皆さんどういうふうに読んでいらっしゃいますかね。 ISO っていうふうに、読んでらっしゃる方、もしくは ISO っていうふうに読んでらっしゃる方、いらっしゃるかと思うんですが、じゃあどれが、正しいというか適切なのかっていうところを話をしたいなと、思います。で、それでその話をする、前提としてですね、私自身はですね、会社の中ではですね、一応その、品質保証的な立場にいまして、でいわゆる、品質マネジメントですね、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですが、9001番とか、環境で言えば14001番とかですねっていうのはありますけど、品質なので私の場合は9001番ですね。でなおかつ、私が今所属している会社に関しては、航空宇宙のところがこう追加されている規格で9100番というのがあるんですけど、その9100番というのを認証取得している部門があるので、そこの監査とかをやったり、してた関係上ですね、一応私自身はそういったその ISO とかそういう規格に関しては一応携わってきたというところは、まず最初にご説明、お話ししておこうかなと、思います。それでその ISO っていう言葉ですね、でこれがまず何なのかっていうところをまず説明したいと。でこれは一応略称でして、インターナショナルオーガニゼーションフォースタンダードというのが一応その元となっている言葉ですね。ところがですね、これは普通に略すと IOS になるんですよね。 ISO にならないんですよね、その頭文字だけ取ると。それでなんでこれ ISO に、じゃあなったのかというところで、調べるとですね、一応その理由があって、でその一応組織の、機構の名称としては、インターナショナルオーガニゼーションフォースタンダードっていう、名前ではあるんですが、その国によってですね、その略称が変わってくるんですね。例えば、ここに、英次郎っていうところで引っかかってくるんですけど、ここで、出てるものを見るとですね、英語で、普通に頭文字表記で略すと IOS になるんですよね。我々が見ても IOS になると思うんですけど、フランスだと、フランス語だとオーガニゼーション、インターナショナルでノーマリゼーションなのかな。だからノーマリゼーションですよね。だから OIN になるというふうな、書き方がされていて、結局どこの国に行ってもですね、違う表記にどうしてもなって統一感が生まれないっていうところで、語源としてはギリシャ語の ISOS っていう、これ読み方ちょっと分かんないんですけど、このギリシャ語の ISOS っていうこの単語ですね、ここの、言葉頭3つ取って ISO というふうに、取ったと、されてるんですよね。でそういうふうに略称自体を統一化することで、世界統一規格っていうところを、定着させるっていう意味合いが、あったんではなかろうかというところなんですよね。それでですよ、まず、基本的に工業系出身の方であればですね、学校で ISO っていうふうにはまず習わないと思うんですね。私も工業高校出てますけれども、学校では ISO って呼び方は聞いたことないです。なかったですね。やっぱり ISO というふうに習いました。で日本の工業規格ね、今日本標準規格っていう名前変わったのかな、の場合は、JIS ですね。さっき言った品質のマネジメントシステムに関しては ISO の9001番がもちろん元にはなってるんですけど、それが日本語っていうか日本用にローカライズされて JIS9 の9001番という形で、一応互換性を持たせた状態で日本の場合は、取得をする、認証取得するっていう感じですね。この ISO っていう呼び方がまず私自身は適切なんじゃないかなと思うわけですよ。なので特にカメラの場合ですね、よくこの感度のところで ISO っていう言葉を使うんですけど、 ISO 感度って表現されてる方が
すごく多くてですね、よく出てくるんですね。でおそらくそういう方っていうのはこういったその、規格の部分ね、こういった JIS であったり ISO であったりってところに、まあこう、まあ、あまりこう知らないというかね、そういうところがあまり詳しくない方がおそらく話してる内容なのかなっていう感じするんですよね。もうカメラの、ね、ところが、まあ、一番最初にこう ISO って言葉に触れる機会だったっていう人でから、まあ、周りが ISO って呼んでるからとかね、なんかそういった理由で ISO っていう風な呼び方をしてない人を見るとですね、私の場合なんかは ISO っていう表現話をされてるのを見るとですね、ものすごく違和感があるわけですよ。まずそういう呼び方は、まあ、基本的にしないんですよね。しないです。こういった企画関連に、まあ、携わってる方であればね、まずしないです。で、じゃあ海外ではどういうふうに呼んでるのかというのを見るとですね、この ISO の、公式サイト行ったら、YouTube の、リンクが貼られてるんですね。これ ISO のトップページですけど、トップページの一番下行くと YouTube のこのリンクが貼られてまして、そこに行くと、まあ、ISO ってのはどういう組織かみたいなちょっとした説明の動画、2分ぐらいの動画あるんですけど、そこの中では ISO っていう風に発音してるんですね。 ISO っていうのは、まあ、こう早口で ISO っていう風に聞こえるのかも分かんないんですけど、まあ、何回か聞いてみる感じだと ISO っていう風になんか言ってる気がするんですよね。で実際 Wikipedia 見ると ISO っていう風に言葉も書いてあったりするんですけど、でそこにまあカタカナで ISO っていう風に書いてあるのも、これはまあちょっと問題ないのかなって気がするんですけど、言うであれば ISO っていう風に呼ぶか、 ISO って呼ぶ方が、言葉としては適切なのかなという風に思うんですね。 ISO っていうのはもう本当にカメラ業界だけでしか通用しない表現だと思いますね。これそういった企画関連の、まあ、仕事をしている中でですね、 ISO なんて呼び方したら多分笑われるというか、ISO なんて呼ばねえよっていう風に注意されるというか、なんか指摘されるというかね、なんかそういう場面に、まあ、出くわす可能性が自分は高いんじゃないかなと、はい、思います。やっぱりそういう企画とかね、そういった認証取得とかっていうところの仕事をされている方って、当然その企画の解釈とかっていうところをやっていかなきゃいけないっていう側面があるので、そういった言葉のニュアンスとかそういったところってものすごく厳密に、なんていうの、こだわりがどうしても出ちゃうんですね。やっぱりその企画の文章、日本っていうか、その例えば国でいうとこの法律みたいな感じなんですよね、企画 の本文って。でそれをそこから、それに、合致するような、例えば品質マニュアルであったりってところを自分なりにそれを解釈してマニュアルっていうのを制作していかなきゃいけないっていう側面があるので、そういったその言葉のニュアンスっていうところには結構敏感なんですよ。なので ISO っていう言葉に関してもですね、やっぱりそういった貧乏とかされて、ね、仕事されてる方からすると、非常にこうそれが ISO って呼んでる人に関してはすごくどうしても敏感に感じてしまうと。で実際 ISO とは基本的に呼ばないので、そういった、こう業界というか、そういった仕事をされてる人たちの中ではね、はい、なので自分はまあそのISO というふうにね、ISO 感度っていうふうに呼んだ方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、私の場合はね、今まで動画結構作ってきましたけど、ISO 感度としか言ってないはずです。ISO なんて呼ばないですね。もう呼んだことないですね、ISO なんてね。もう結局、ね、工業高校で習った時から ISO なんて言葉出てきてないんで、もうその時から ISO はあくまで ISO というふうに、呼んでるという感じですね。 ISO ともちょっと呼ばないですね。もう ISO っていう風に習ったので、もう ISO としか呼んでないですね。でカメラの感度もこれ、一応 ISO っていうそこの基準が元になってるので、もうそれもあくまで ISO という風に呼ぶのがまあ適切なんじゃないかなと。別に ISO っていうのが間違ってるとは言わないですけど、なんだろう、それをそのまま、言葉として使っちゃうと、なんかそういうことを指摘されたりとかね、下手したら笑われたりとかっていう、場面が、まあ、ありますよっていう話をね、まあ、少ししておこうかなと、はい、思います。別に私自身がそれを自身をダメだっていうつもりはなくて、まあ、違和感はもちろん持ってますよ、持ってますけど、その ISO って呼ぶことに対して、何か否定的、否定、まあ、実際この動画否定しちゃってるのか、まあ、なんて言うんだろう、あまりこう
追求するというかね、それをこう目くじら立ててどうこうっていうふうに言うつもりはなくて、別に呼びたい方は全然呼んでもらって構わないんですけど、適切ではないですよっていうところをまあお話しさせていただきたいのが今回の動画の趣旨であるのと、まあ、私自身は個人的にはどうしてもあの磯っていう表現には何だろう違和感があるというところですね。まあ、それを少し今回お話したくて動画を作ってみました。はい。でところで、まあ、ISO ね、この ISO ってものの、まあ、一応語源とその ISO って言葉ができた、まあ、成り行きみたいな話ね、あとはその品質保証っていう部分、まあ、品法、私の会社だと品質管理とかって言ったりしますけど、そういった、品質マネジメントシステムね、まあ、QMS とかっていうところの、絡みとか、まあ、そういったところで今回お話をさせていただきました。はい、という感じで今回の動画は終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。